立史学者は、板垣大輔、片岡健吉らによって結成された政治結社立史者が民権思想普及のために明治初期に土佐に開設した教育機関、京都の天教義塾などと並ぶ自由、民権運動士属性者の一つ。板垣大輔、片岡健吉明治6年、生漢論争の結果、西郷隆盛 板垣大輔、後藤昌次郎らは賛議を辞したが、政府の対応に不満を抱いた世論の体制はこれを白紙喝祭で迎えた。軍人、官僚の中でも同調して、官を辞する者が600人余りに上る。土佐派部官の次官者である、片岡健吉、山地元春、植木江森、林雄三らは、山内陽道の墓前で結束を誓い、海南儀社を結成。また、 文館の次官の時間者たちは、銀座のクラブに集まって、幸福安全者を結成。土佐派は、この二杯が合流して、不平士族の中心としなり、明治7年1月、板垣大輔を名手として、愛国高等を結成し、民選議員設立憲白詳サインに提出した。しかし、同日、海南議者の士族の急進派が赤坂角で、岩倉智美を襲撃。 これが報じられると、帰って不平士族たちの意見は遠ざけられ、憲白書も時期尚早として入れられなかった。そのため、各人は国元に帰って、国会開設のための運動組織を結成し、尽力することなどを取り決めて続々と帰郷した。その後、江藤新兵が佐賀の乱で拒兵して敗れると、片岡や林を頼って、土佐に逃げてきたが、土佐でもかくまいきれず、 3月末に、菅野浦で逮捕された。板垣が高知に帰郷したのは3月26日で、彼を中心にして4月10日に立志社が結成され、私族受産と学校設立による新時代教育を開始した。明治8年2月11日の大阪会議での板垣の参議復活や後藤の政府への復帰などを経て、後帝国憲法が制定され、帝国議会が開設され、 さらに日露戦争の結果、不平等条約が改正されると自由民権運動の理念が成就され、充実した成果を表した。深間内元、三春町生まれで、慶応義塾出身教員には、慶応義塾を卒業した江口隆国と、深間、田田元、矢部善造を迎え、ついで、土佐藩藩校教授だった塚原修造、久米広之、森春吉が駆けつけ、 慶応義塾と同じカリキュラムが組まれ、フランソワ・ピエール・ギオーム二造の文明史、高水準の政治学、経済学、歴史学、地理学などを教授した。明治10年には、永田十二、キラ・トール、明治11年には、門の育野新、城仙太郎が赴任した。特徴的なのは、法律研究所や新聞従覧書を置いて、高知新聞を発行するなど多様な教育を、 行っていたことである。明治16年に立志社の解散に伴い、閉鎖されたが、板垣大輔の着難、板垣保太郎の手によって、明治20年5月、山田平左衛門を校長として種先に、太平学校が設立され、教育方針が引き継がれた。板垣保太郎の建てた太平学校は、経営難により閉校しかし、立志学者のあった場所の一つである。 板垣大輔宮廷に、東山三鶴らの尽力により、昭和12年4月6日、板垣会館が建てられ、民権論の研究などが復活。昭和20年7月4日の高知大空襲で、立災するまで継続した。その後、平成11年、東京都墨田区太平に、立志学者の理念を引き継ぐ形で、立志者高等学校が創立され現在に至っている。 高知県高知市球丹田の改正館にあった立志学者は明治9年、板垣大輔の宮廷を譲り受け、高知市中島町へ移った。この立志学者は慶応義塾から教員を招聘し、英学を中心とした教育を行い、関西の慶応義塾とも呼称された。ありがとうございます。